日本の自動車史、モータースポーツ史を語る上で欠かせない日産スカイライン GTR。 勝つことを宿命づけられたマシンの最後の勇姿は一体どのようなものだったのでしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は日産 R34 スカイライン GTR の JGTC での活躍について解説していきます。このチャンネルではモータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。今回はこのような内容を解説していきます。日産が生んだ世界に誇る名車、GTR。モータースポーツでも勝つことを宿命づけられた GTR は、日本のモータースポーツ黎明期から数多くの伝説を残し、1969年登場のハコスカ GTR は国内レースで49連勝。90年代前半に登場したスカイライン GTR R32 はグループ A のレースで無敗の29連勝と時代を超えて伝説を残してきたのです。そして90年代中盤以降、 GTR の新たな活躍の場となったのが現在のスーパー GT の前身、全日本 GT 選手権 JGTC でした。 R32 の後継モデル R33GTR は JGTC において必ずしも最速といえるマシンではありませんでしたが、安定した速さを武器にデビューイヤーの1995年、1998年に見事チャンピオンを獲得。GTR の歴史を着実に積み上げてきました。そんな中、量産モデルの R33 が98年限りで生産を終了、翌1999年から R34 型に移行することになり、 JGTC 参戦車両でも99年からは R34 型での参戦に移行することに。この R34 型スカイライン GTR は先代と同様の 2.6 リッター直六ツインターボの RB26DETT を搭載しましたが、タービンの改良などにより低回転トルクを向上、車体の運動性能も軒並み向上が図られたほか、先代で不評だった車体サイズを縮小させ、重量配分の改善を行うなど、より洗練されたモデルに。モータースポーツシーンでの活躍にも期待が高まっていたのです。JGTC では98年に大幅な車両規定の改定が行われ、ベース車両からの改造範囲が拡大。これにより R33 の GT マシンではエンジンの搭載位置を大幅に下げ、低重心化に成功。エンジンモルマン用の RB26 エンジンを改良した仕様に換装したことでパワーアップ、タイトル獲得を成し遂げていましたが、 R34 の GT マシンにもこれらの設計思想を引き継ぐことに。これにより車体の特徴としては、98年型の R33 と近いものとなりましたが、ボディデザインはベース車両の変更により、より低い印象を受けるフォルムに変化。さらに空力性能は徹底した風洞実験により洗練され、その性能を向上させていました。さらにエンジンも、98年型のものをベースに軽量化を施すなど、戦闘力アップ。チャンピオンを獲得した先代モデルから各部を正常進化させ、 GTR は着実な進化を遂げていたのです。こうして1999年の JGTC GT500 クラスに登場した R34GTR。 その走りに注目が集まりましたが、先代の R33 型同様、安定感のある走りを披露します。開幕戦鈴鹿では、前年王座に輝いたペンゾイルニスモ GTR、エリック・コマス、本山聡組がいきなり2位に入り、幸先の良い滑り出し。ペンゾイルのマシンはその後も安定して上位入賞を続けると、第4戦ミネで見事優勝を果たし、R34 での初優勝を達成。この年の日産勢は、この1勝のみにとどまったものの、優勝後もコンスタントに表彰台フィニッシュを重ねたペンゾイル、コマスがドライバーズチャンピオンに輝き、見事2連覇を達成。R34 でも GTR の伝説の歴史を引き継いでいったのです。しかし、2000年代に入ると R34 は苦しい戦いを強いられることになります。この年は開幕戦モテギでニスモ、第6戦ミネでインパルが優勝を飾り、シーズン途中にマレーシア、セパンで行われたエキシビションレースも優勝、速さを見せたシーズンでしたが、
空力設計を大幅に改良してきた NSX がそれを上回る4勝を挙げる走りを見せ、タイトルもホンダ勢の手に。 GTR は王座から陥落してしまったのです。2000年にはタービンや足回りの見直しに着手していた R34 ですが、2001年には空力を大幅に改良、いかにドラッグを増やさずに空力効果を上げることができるかを課題とし、新たな空力デザインが導入されると、リアの剛性不足を解消するためロールバーの構成などにも変更が加えられていきました。しかし当時 GTR が抱えていた問題の最大の要因はエンジンにありました。日産はグループ A 時代の R32 から第2世代スカイライン GTR のアイデンティティともいえる直六エンジンの RB26 を継続的に使用してきましたが、これが JGTC では大きな足かせに。ライバルメーカーではホンダ NSX はもともと V6 エンジンをリアミッドシップに搭載、トヨタスープラもベース車両はフロントレイアウトの直六エンジンでしたが、 GT 仕様はコンパクトな直四エンジンに換装し、搭載位置も極限まで後退させるなど、両社とも運動性能向上を目指したエンジン形式レイアウトとなっていました。一方直六エンジンにこだわっていた GTR はその点で不利に。このハンデを埋めるため、GT カーに搭載されたエンジンは毎年軽量化が図られ、200キロ近くあった当初の仕様から、2000年代前半には約40キロ削減を実現するなど、懸命の開発が続いていました。しかし、よりレーシングカーとして洗練されていった GT500 の開発競争の中では、次第にその差を埋めることができないものに。2001年はニスモがチームタイトルを獲得しましたが、ドライバーズランキングでは日産勢の最高位は4位と低迷、優勝は第4戦富士でのわずか1勝にとどまってしまい、速さでは2メーカーに遅れを取る形となったのです。日産内でも脱直六の検討が続いていましたが、レース活動は量産車の反則の意味合いもあり、なかなか実現できずにいました。しかし2002年の夏をもって量産モデルが生産終了となることが決まったことをきっかけに、ついに新エンジンの搭載が決定。2002シーズンの途中から GT カーのエンジンを V6 の VQ30DETT に換装することが決まり、新エンジンの開発が始まったのです。こうして V6 搭載が決まった R34移行期となった2002年の前半は従来の RB26 で戦うことになりましたが、開幕戦 TI ではエントリーした3台がいずれもトップ10から外れるなど厳しい戦いを強いられていました。 V6 換装に向けた開発は直六搭載を想定して設計されていたフロントメンバーにエンジンユニットを収めることが難しく、設計が難航。最終的にはラジエーターをリアトランクに移設することになりましたが、これが重量バランスの改善や冷却効率の向上にもつながるなど、性能向上にも大きく役立つことになったのです。こうして日産は、この年の第3センス号から、試験的に1台のみ、V6 エンジン搭載の R34 を投入。このレースを4位で終えると、第5戦富士からは本格投入。移行期となったことから、この年は未勝利に終わったものの、投入後は2戦で2位表彰台を獲得するなど、日産陣営はその効果に手応えを感じていたのです。そして迎えた2003年、この年の JGTC は大幅に車両規定が変更され、車体前後のパイプフレーム化、フロアのフラットボトム化、エンジン搭載位置や方向、サスペンションの自由化などが始まり、各社マシンを大幅に刷新することに。R34 は前年から投入した V6 エンジンを引き続き搭載、ミッションとデフをリアに移動し、トランスアクスル化。これに伴いラジエーターはフロントに戻されましたが、理想的な重量バランスを実現したのです。さらに、ホイールアーチに関する規制緩和を受け、ボンネットやフロントバンパーの位置を下げ、ドラッグを大幅に低減。さらに軽量化や低重心化も徹底され、その戦闘力を大幅に向上させることに成功していたのです。するとこの年の R34 はそれまでの低迷から一転、速さを見せることに。開幕戦 TI では優勝こそ逃したものの、実に8年ぶりとなるポールポジションを獲得。
それまで GT では総合力の高さを強みにし、一発の速さでは劣るイメージのあった GTR のイメージを覆したのです。すると、第2戦富士ではニスモ、影山正美、リチャード・ライアン組が優勝を果たし、日産勢としては約2年ぶりの優勝に。GTR 復活を印象づけるレースとなったのです。そしてタイトル争いでは、優勝こそなかったものの、本山、ミハエル・クルム組の23号車が、前年王者の脇坂寿一、飯田明組のスープラと熾烈な戦いを展開。23号車は、4度の表彰台を獲得する安定の走りで、見事最終戦鈴鹿でドライバーズタイトルを決め、栄冠をつかんだのです。前年で量産モデルの生産が終わった R34 は、この年限りで GT からも退役が決まっていましたが、この年はインパルの12号車、井出裕二、ブノア・トレルイエ組も2勝を挙げ、R34 はシーズン3勝。第2世代 GTR のレース史を締めくくるラストイヤーに、見事有終の美を飾り、シーズンを終えたのです。こうして、日産の GT 車両は、翌年からフェアレディ Z へ。ハコスカ時代から続く GTR の伝説は、その後2000年代後半に登場する R35GTR へと受け継がれていくことになります。いかがだったでしょうか？今回は R34GTR の JGTC での歴史を解説しました。このチャンネルでは、モータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。